どうも皆さんこんにちは、デューです。今回もモンスターハンターワールドやっていきたいと思います。今回はですね、歴戦王キリンが本日6月の8日の金曜日から実装されておりまして、まあ、歴戦王キリン何かっていうと歴戦キリンのまあ上位互換みたいな、歴戦キリンよりも強いですよっていうモンスターが追加されてまして、その歴戦王キリンを倒すとガンマ装備、キリンガンマ装備っていうのが作成できるんですよ。これのちょっと性能もね見ていこうかなと思います。性能とか総評をしていこうかなと思います。キリンガンマ、まあ、そもそもですね、その見た目がアドなんですよね。あ、ちなみにこれ作り方は、歴戦王キリンのイベントクエストをクリアするとこの幻獣チケットっていうのが一番上のね、必要素材の、幻獣チケットが手に入るんで、これを使って生産するっていう感じなんですけど、まあ、歴戦王キリンのね倒す装備とか、あの倒し方とか、まあ、その辺はまたおいおいっていうか、多分今日中に動画に出るか分かんないですけど、今日中に動画にしたいなと思います。で、性能が非常に優秀で、スキルは、まあ、一式スキルとこんな感じ。雷属性強化5、属性やられ3、属性解放3、ランナー2みたいな感じになってて、雷属性攻撃強化がまあ生きてくる装備、例えば弓とか、あとランスとか、あとまあライトボウガンとか、双剣とかもそうですかね。あの属性が非常に強い武器ってあるわけですよ。その辺の武器には割と使えるんじゃないかなと思っていて、でね、まあ一つ一つ頭から見ていきたいんですが、優秀なんですよ。頭がまずそもそもその属性ライト耐性1の雷属性攻撃強化レベル3ついててスロット2っていうね。で、見た目もアドだしね。まあ見た目が一番そのキリン装備作る目的ではあるみたいな、過去作からずっとそうでしたけど、そういう感じなんですけども、これはね多分まあちょっとまだ組んでないんで分かんないですけど、弓とかそのランスとかあの辺に結構組み合わせやすいんじゃないかなと思いますけどね。キリンホーン、あのでかいスロットが空いてるんで、でこの胸、胴、これも優秀ですね。属性解放2のスロットレベル1が2個だから、性能的には足のキリンベータと同じですね、これね。だから、これも非常に使える防具になってるかなと。で、腕もね、これね、属性解放1の属性やられ1ついてて、このスロットレベル2のスロットが2個空いてるっていうね、まあ、終始スロットが優秀なんですけども、ガンマ装備。これもなかなか使えそう。属性解放って結構マムガイラ装備についちゃってるから、今だと。だから、どういう風に使うかっていうのをまた考えないといけないんですけども、まあ腕で11、あの1じゃない、レベル、スロットレベルの22がついてるってのは非常に優秀なので、これもね、まあ、シミュレーターが、どっかのシミュレーターがまた、追加してくれると思うんで、それ出てきたらやりたいなと思います。で、キリンフープガンマーの、腰。これもは、まあそこまで使うかと言われると、ここはそんなにかなと思うんだけども、まあ、ランナー2の、まあ11。まだ双剣でしょうね。使うんだったらね、この腰はね。双剣あたりには使えるかもしれない。足もですね、雷属性攻撃2がついてて、スロットレベル3が1個ついてるんで、まあ属性ライドもついてますけど、これも、また弓とかね、あの辺に使えるのかなっていう気はしてます。まあ、組んでないんでちょっとわかんないんですけども、まだ弓装備をね。ちょっといろいろ考えたんだけど、いまいちだったんだよね。そこまでだったんだけど、まあ多分またシミュレーターとかが出てきて、どっか部分的に使うとかはあると思います。で、シリーズスキルが一応3つスキルと捕獲名人っていうね、捕獲名人何かっていうと、捕獲でもらえる報酬の数が高確率で多くなるっていう、これ一時期本当序盤の頃捕獲ユータっていう装備作って遊んでたんですけど、そういうその3つスキルと捕獲名人もつくんで、まあ割と、そのシリーズスキルも死にはしないスキルなんでね、まあいいかなという感じでございます。で、見た目がこんな感じだから、とにかくそこだけですよね。そこだけでも作る価値はある。で、一応ね、色彩変更が結構できて、まあ白にすると結構白がかったりとか、あと黒にするとまたちょっとシックな感じになってるとかね、ピンクにするとだいぶ女の子感が増したりとか、まあ結構この辺でも遊べるんで、割とピンクいいな、ピンク割といいぞ。ああ、こんな感じにできるんで、まあ、この辺の色彩変更でも遊んでいけるのかなと思います。で、生産武器は、なかったので、防具今回だけですね。防具だけ。で、納品依頼も追加されていて、重ね着装備の、生産、ブロッサムっていう、こちらの重ね着装備が、追加されてます。これ一応、厳重チケット2枚使うと、
ブロッサムズ衣装を着せ替えできるようになって、着せ替えしてみるとこんな感じなんですよ。結構好きだわ割とね、このブロッサム装備の見た目も好きな方いらっしゃると思うんで、これも結構使いやすいかなと。割とその色かなり変えられるんですよ。これも全身今赤にしてるんですけど、これ全身黒とか全身緑とかにもできるんで、この辺のカスタム要素も非常に高くて割と遊びやすいかなと思いますので、ぜひね皆さんも早速歴戦王キリン買っていただいて試してみていただければと思います。本日はこの辺に、で失礼したいと思います。またね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。